DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップアジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神はミスター K4 どうでしょうね、あの凱旋車でわって回ってる方もいらっしゃいますけど、僕は毎年8月15日と9月9日行くので、ここ3年ぐらい前から凱旋車すごい減りましたね。去年はゼロ、一昨年が2台、これもこう確実ですよ、僕が言ってるのでね、相当減ったんですね、右翼の凱旋車が減ったっていう。でそれどうしてかって僕なりに考えるじゃないですか。右翼の人が考えていた理想像に近づいてきたのかなってちょっと思ってます。右翼が弱くなったって意味じゃないです。右翼の人たちが目指していたものに近くなってきたのかなってはちょっと思いますね。そうですね。そういえばここ 1,2 年凱旋車の処分結構頼まれますねずっと車の仕事してたじゃないですか、はい、そういえばそうですね。それって右翼の人たちがやることがなくなってきたとかではなく、じゃなくてその右翼の人たちがおそらく求める形スタイルですよね。同じところの着地点だと思うので、着地点は右も左もそのスタイルがきちっとそのようになってくるってことじゃないでしょうか。男系もきちっとまま守られたし、おそらく天皇は男系で宮家立ち上げていくでしょうね。おそらくね、一人ではもう無理なんで立ち上げていくと思いますね。僕は参加しませんよ参加じゃないですけど立ち上げていくと思いますね。で右翼の言う日本人の良さっていうのは個人主義でありながらです。個人主義でありながら一つの大きな枠組みを決めて連帯していくっていう、これ社会主義とはちょっと違うんですよね。個人主義でありながら一つの目標に一緒に歩いていくっていう形なので、外国でいう自由主義とはちょっと違うんです。非常にちょっとだけ社会主義的な自由主義なので、それがすごく僕は肌に合っていて、いろんな自由は OK だけど大きい物事の方向は同じ方向に大きい枠で進もうよっていう、国を守ろうよとか先ほど言いましたけど、もっとでっかく考えて地球を守んなこの国だろうっていうぐらい地球の常識を変えるのはこの島でしょうっていうぐらいな大きな器でもいいのではないかなってちょっと個人的に思います。宇宙から帰ってきたばっかりですけどどこの宇宙ですか聞きたくなっちゃう社会主義と左とやっぱ違うんですか。違うと思いますね。今までの社会主義と今までの共産主義っていうのは失敗を重ねてますよね、うん、じゃあ資本主義は失敗重ねてないかってもろに失敗しますよね、もうもろですよ。格差は開きね、あんまり政治の話はするなってないですけど、先ほど言った小さな子供は自分で命を絶たれるし、もう最悪なパターンでしょ。どっちにもやっぱりいい面と悪い面があって、僕はどっちかを足して2で割る考え方じゃないです。全く違うところです。それはエネルギーが放出されるからです、無料で。自分はなんか10代の頃の社会主義イコール左っていうイメージがすごく強かったですね、はいはいはい、連帯主義っていうのはいい方に回るとエネルギーをこんなしなくてこんなしなくて、いやいやお金いらないからっていうような状況で、左かもしれないですけど下から利益は曲がるってことなんで、僕はどっちかとそっちの方がちょっとしっくりきますね。例えばなんか政治家のこういうのも見てられない、恥ずかしくて。政治家はやっぱりこれ多いですか、多いと思うし、それが資本主義の形なので見てらんないですね。その背中を子供たちにテレビを通して見せんのっていう感じが非常にするので、なので利権をなくすという考え方よりもね、左かもしれないですけど利権をなくすという考え方よりもエネルギーを放出されるので、先に渡したらっていう利権を、で政治はお金いっぱいかかるじゃないですか、ね、選挙ももうネットにどうせ変わるので、うん、ネット投票とかになっちゃうんですか。 なりますね確実に、さっき言ったあの犯罪が減るのと一緒で、インチキできないので、
ただ投票率も 80% ぐらい上がるんじゃないですか、うん、するとまともな政治家は合格っていうか上がるし、うん、こんな人はもういらなくなるんじゃないですかね、多分ね、うん、アメリカ の、はい、あの選挙で、はい、トランプと、はい、バイデンが、うん、いろんな、まあ、不正選挙のところに行こうのってありましたけど、はいはい、あれは本当に不正があったと思いますか？個人的でいいですか、はい、宇宙にいたのであのね、そういうのもね、やっぱり遠くから俯瞰して見る必要があって、とケイさんと僕がいて、今ここにいろんな人がいて、ここにいる僕と、これを向こう側からでこの状況を見ている僕っていうのが2つ必要ですよね、うん、だからちょっと離れてみると、え、これは芝居なのっていう、とっくにできるでしょってネットでっていう感じもするし、芝居じゃないかもしれない、でもじゃあ悪い方に動いてる、いい方に動いてるったら、少なくてもいい方向に動いてると、悪い方向には動いてないと思います。はい、一人の一握りがあの富を持ってみんなを奴隷にするとかありえないです。遠くから見たらありえないです。陰謀論は 100% ないです。なぜかというと、あ、これは僕の考えですよ。陰謀を起こす人が短い時間では損得あるので陰謀は働きます、うん、嘘をついたり。でも長い時間で見ると、気候の変動を人間が完全にコントロールできないにもかかわらず陰謀をして一人握りにできるわけがないですね、うん、でこの気候変動を完全に掌握できるなら、初めてちょっとみんな内緒で奴隷にしてちょっと得してやろうかと思うんですけど、気候変動どうにもできないってことは対応するしかないわけでしょ。他の動物もそうですけど対応するしかない、その一握りの人も対応するしかないわけですよね。陰謀論はないです。そこコントロールできないってことはあなたも対応するんでしょっていう話なので、個人的には陰謀論は存在しない。ただし短い時間で見ると、嘘つきと自分だけよきゃれいいっていうやつはゴロゴロいるので、短い時間で見るとろくでもないやつはいっぱいいると思います。なかなか分かんないですからね。そうですね、分かんないでしょ、うん、ケンさん分かんないと思いません？全く分かんないし、なんか YouTube 見てて、ケンさんの流すされてるのをちょっと見せてもらって、みんな本音だなっていうのはよく分かるんですよね。でも他の YouTube 見てもどこまで本音なのっていう感じですけど、ケイさんの YouTube、 大見ケイさんのはみんな本音じゃないですか、良くも悪くも怖えとか思うんですけど、みんな本気なので、ここに着飾った嘘が存在しないっていうところが、この番組がすごく心惹かれたし、あ、言いたいことを言いましょうと、まあ、宇宙人とか言うなとか言ってますけど、まあ言わせてもらうことは言わせてもらうぞという。では次回もちょっと言いたいことをたくさん言っていただいてもよろしいですか？こちらこそ本日はありがとうございました。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 命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透、明確欲望捨てたら揃った好奇心層、過ぎた昨日より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業だサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、ラッ